皆さんこんにちはニュース最前線略して「ニュースフロントライン」のお時間ですさあ春到来ですねご覧いただいているのは現在のテレビ局前にある桜ですいやー満開ですねほんと暖かくなってきましたにゃんでは現在の桜の開花状況です気象予報士の晴れたさーんはーい まずは気になる桜前線ですが、現在例年通り日本列島北上中です。これから本格的な春らしい暖かさになるでしょう。これに伴って全国的に飲み注意報が出ています。今後十分な注意が必要です。では、矢分けで中継です。こちら桜満開のとある公園です。たくさんの犬猫さんたちで賑わってます。 いやー綺麗ですね。おっとあちらになぜかションボリボリボリーな方たちがいらっしゃいますね。えー、ちょっと聞いてみます。あの桜満開ですがなぜションボリボリボリーなんでしょう。いやー暖かくなってきたのはワンダフルなんだけど。 毎年この季節になるとどうも痒くなるんだワンご覧のようにこちらでも飲みの被害が出ています以上中継でしたとんだお花見ですねこれはどういったことなんでしょうか実は飲みというのは気温が13度もあれば活発になるんです桜が咲く頃は超元気というわけですちなみに 一年中暖かい室内なら、いつでも卵や幼虫から孵化することがあるんです。最近の世論調査によりますと、非常に痒いのほか、精神的ストレスを感じるという声が高まっていることも深刻ですね。痒みだけでにゃく、飲みに頻繁に刺されると、にゃんと飲みアレルギー性皮膚炎に悩まされることもあるとか。 はい。室内で飼ってるから大丈夫。と思っている飼い主さんも多いんです。飲みは散歩させただけで、また人間の衣服などにくっついても侵入するんです。今や飲み予防は飼い主のマナーですから、皆さん気をつけてくださいね。ふむふむ。むむそろ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 。 <お>ではきょうの「いっばなるほど安心がいちばんのてきというわけですねではきょうの「いぬっこ」ですきょうの「 犬っ子それでは今日はこの辺でまた次回。 先生はじめましてはじめまして飲み予防ですか<っ>まださんもん飲みはすでに活動し始めています<っ>飲みの定期予防は当院にご相談ください 皆さんこんにちは「ニュース最前線」略して「ニュースフロントライン」のお時間です気持ちいい春竹けなわ犬猫の皆さんはどうお過ごしでしょうかさて行楽シーズンの真っ只中悲惨なニュースが入ってきましたどこにでもあるような近所の公園でお散歩中にニャンとマダニに襲われました被害に遭ったのは 近くに住むポチさん3歳。現場から中継です。はい、こちら事件現場の近くの公園です。ポチさんは飼い主と普段通り、この公園にやってきました。このどこにでもあるような近所の公園で、犯人のマダニは待ち伏せしていたのです。幸い、被害者のポチさんは近所の動物病院に連れて行かれ、 無事ということだわん飼い主の方のインタビューをご覧くださいいや本当に参りました散歩から帰って気づいたらポチのお腹にくれるものがポチっとあったんですそれがマダニだったんですよ遠くの山林とか変わらなのともかくこんな都会の公園にもマダニがいるなんて予想もしていませんでしたもうびっくりで しょんぼりぼりぼりな事件ですねそんなわけで今日の健康ですゲストはマダニに詳しいケンブリッジ医科大学マダニイヤ先生ですこんにちは これがそのマダニです。マダニは日本各地に生息し、冬の間は活動を休止し、春暖かくなるとまた活発になるんです。マダニはヤブや草むらに生息し、動物の熱や動きを感知すると飛びついて皮膚の薄い部分にくちばしを刺すんですの。セメントのようなもので固定するので、 簡単には離れませんワンそして吸血と唾液の分泌を繰り返すのです血を吸うとなんと100倍にもなると言われていますうわっするとどうにやるんでしょうかご覧ください貧血や皮膚炎にとどまらず犬・バベシア症など死に至ることもある 怖い病気をすすことがあるんですまたライム病など人に感染する可能性もありますいや恐ろしいですねマダニの見つけ方はあるんでしょうか散歩の後、頭や耳目の縁やお腹、足の指の間などをチェックしてくださいもしマダニを発見しても無理に取ろうとしてはいけません 可能したり病原体をペットに移すことがあります見つけたらすぐに動物病院へ今日は恐ろしいマダニについてでした解説の小柴さんいかがですか本当に恐ろしいマダニだわん不況の影響で最近はレジャーを近場で楽しむ犬や猫の皆さんも増えているようですが 近所の川原や公園などでも怖いマダギに寄生されてしまう危険があるんですねこわっ<ー>そろ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 <ん>お<ん>では今日の一句恐ろしいマダギは都会の公園にもジアマリ今日も冴えてますねでは今日の犬っ子です 今日の犬っ子それでは今日はこの辺で また次回先生どうもどうもまだに対策ですか 森や林だけではなく、マダニは家のそばにもいるんですよ。<っ>マダニ対策は当院にご相談ください。 皆さんこんにちはニュース最前線訳して「ニュースフロントライン」のお時間ですさて今日は特集動物福祉問題をお送りします毎年膨大な数の私たちの仲間が保健所に持ち込まれますその理由は引っ越しや近所の苦情子供が生まれた病気になった世話ができなくなった など飼い主さんの都合によるものです保健所に持ち込まれた仲間たちは自治体によって異なりますがほぼ1週間以内に処分されてしまうんです <laughs> 年々その数は減少しているとはいえ日本中で毎日800頭以上の命が消えていることはとっても悲しいことだと思います。 ここで海外リポートです。ドイツのフント特派員、聞こえますかはい、こちらドイツからお伝えします。動物福祉先進国である欧米の多くの国では、シェルターと呼ばれる施設があります。保護された犬や猫たちは、そこで新たな飼い主を待つんです。 ここドイツでは現在動物保護団体が約700動物の家と呼ばれるシェルターが500以上存在し寄付やボランティアで成り立っています買い方の法律もありますし動物のパスポートまであるんです繁殖の規制も厳しくペットを気軽にペットショップで買うことはできません 飼われているペットの約50%はシェルターから引き取られています保護されている動物たちが処分されることはありません日本もこれに近づくといいですねやはりドイツは進んでますねあれまだ泣いているんですか感動の涙ですところで 日本でも仲間たちの処分を劇的に減らすことができた自治体があるんです。えそうやうんですかそれは日本のどこのドイツだはい、こちら熊本からお伝えします。熊本市動物愛護センターでは処分数を10年前の10分の1に減らすことができました。それは持ち込まれた動物を 安易に引き取ららななくなったからです引き取りを求める飼い主さんに、職員さんたちが懸命に命の大切さを説得したり、やむを得ず、引き取った犬も新しい飼い主さんを見つけるためにホームページで紹介したり、この熊本方式は現在、全国から注目を集めているんです。やればできるじゃないか日本あの まだ泣いてるんんですかあれ小柴さんも <laughs> 感動したああなんかちょっと古いですけど人間の都合で繁殖させられたり愛されたり捨てられたり私たちはなんてか弱い存在にあのかしらおん 涙でメイクがボロボロですよ、うん、そろそろまとめますかペットたちの命を救えるのはあなただけそうあなただけ気持ちが入りすぎてとても字余りですね。 ここで臨時ニュースが入ってきました動物医薬品メーカーのメリアルジャパンとゼノアックがこの動物福祉問題に向けた新プロジェクトセーブペットプロジェクトを近日中に発表するとのことです繰り返します動物福祉問題に向けた新プロジェクトセーブペットプロジェクトを発表するとのことです なんともにアイスなネーミングですね期待しちゃいましょうそれでは今日はこの辺で、また次回。 皆さん、こんにちは。ニュース最前線。訳して、ニュースフロントライン。のお時間です。そよ風に若葉の香り混じる季節、犬や猫の皆さんはどうお過ごしでしょうか。さて本日は、シリーズ、追跡、謎の事件簿をお送りします。謎の多い事件を独自の視点から追跡、調査するこのコーナー。 今回は猫の皆さんにはとても興味深い事件です今日お送りするのは先月起きた室内飼い猫密室飲み事件です大変ショッキングでニャンともまるでミステリー小説のようにはこの事件取材に当たってくれたのはミケディレクターですはいこの事件は室内で飼われているのに なぜかのみの被害にあったという謎の事件です VTR にまとめましたのでご覧ください被害にあったのはペットと同居可能のマンションに住むタマコさんですタマコさん宅は大変厳しく箱入り娘のようにまさに悪い虫がつかないようにと室内だけで飼われていましたにゃにょににゃんと。 飲みの被害に遭ってしまったのです被害に遭われていかがですかとにかくもう痒くて痒くてそれだけで精神的ストレスなんですがどうして私がこんな目に遭ったのか全くわからにゃいんですご自分で何か心当たりは例えばご自宅で同時に犬も飼ってたりしてにゃいですか いいえ、飼い主は猫派にゃんで、いつだって私だけを愛してくれています。うん、たまこさん、あなた、部屋を一歩も出ないらしいけど、ひょっとしてボーイフレンドとか友達とか、近所の野良猫とか、ベランダに遊びに来たりしてたんじゃないですかいえ、そんなこと、絶対にないです。 そりゃあおかしいわん。あなたは一歩も外に出ない。散歩するような犬も同居していない。しかも近所の猫も来ていない。じゃあ、どうやってノミが室内に入ってきたんですかそうなんです。そこで我々取材班は、謎のノミの侵入ルートを徹底的に調査しました。その結果、ついに飲みの侵入ルートを突き止めたんです。 一体ニャンニャンですかさあニャンだと思いますか再現 VTR をどうぞ引っ張りますねこちらはタモコさんの飼い主さんの足元ですわかりづらいんですがこの映像を拡大するとほらのみがついていますニャンと飼い主さんがのみを部屋に連れてきてしまってたんです 飲みアレルギー性皮膚炎の原因ににゃったり飲みの体内のサナダムシが腸内に寄生し下痢や嘔吐の原因にもにゃったり恐ろしいですねままさか人間が飲みを連れてきてたにゃんって想定外の結末でした小芝さんいかがですか そらそらそら,そら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 そおうーん室内外安心できない飲み被害今日は陰を踏んできましたねさすがですねでは今日の猫っこです今日の猫っこ それでは今日はこの辺でまた次回。 皆さんこんにちは「ニュース最前線」略して「ニュースフロントライン」のお時間ですさてついにやってまいりました飲みま,の季節まさにしょんぼーりぼーりぼーりーシーズンが来てしまいましたがさて本日は「緊急特番夜まで生テレビ」激論どうする のみマダニ対策をお送りしますのみまだに,対策についてそれぞれこだわりの持論をお持ちの論客の皆様にお集まりいただきましたこんにちは犬原柴一郎です今日は「のみマダニ対策」について夜まで徹底的に討論してもらいたいと思いますそれでは参りましょう激論どうするどうしてる飲みマダニ対策 やっぱり飲み取り櫛でしょう櫛でブラッシングは超気持ちいいし同時に飲みが取れるんだから櫛ですくだけじゃ飲みがぴょんぴょん飛んで一時的にいなくなるだけじゃんそれに気持ちいいならシャンプーでしょう断然飲み取りシャンプーで決まりえ飲み取りシャンプーって使った後毛パサつくのもあるらしいで 毛並みはおしゃれな僕には超大事それに一時的な効果しかないって聞いたけど毛がパサついて一時的な効果